新しい飯が来たぞっと飯を買ってきた。はい、ありがとうございます。動画の買い出しのついでに、うん、今日はそう、何を隠そう、いや何も隠さない、海鮮丼だ。おお、本当に珍しく気が利くでしょ。いつも寿司食うからでしょじゃねえよいつも聞かないみたいに危ね。じゃんけんで買った人から選んでいいよと、おお、いうことにしましょう、うん、あれ彼はもう今2時間ぐらい日に沿ってるよじゃああと2時間ぐらい帰ってこねえな。秘密の紹介を先にするか、海鮮丼の紹介を先にするかどうか。先に海鮮丼紹介しますかちょっと置いとこう置いとくから2人とも好きに喋ってて。サブちゃんカメラどうしよう。いや多分ね、うん、また例のこと、この間のお弁当のサブちゃんあるじゃん、ご飯だけみたいな、うん、きっとその多分今そうだよね。でもこういうの基本的にカメラ回したやつが負ける可能性が、ね、高いから。ただ何を持ってくるかだよな、ね、ご飯前やって海鮮丼屋さんで何を買ってくる。どうボケてくるかな、海藻だけ乗ってると思う。うわ嫌だな嫌だな、当たり一つとかいう可能性もあるしな。何を考えてんだろうな。でもなんかそういう海鮮丼が売ってるんだね。ちなみにどこで買ったんですか。すごーい。はい、何ですか。どこで買ったんですか。あのラグーナのところ。あそう、そんなところ行ったんだ。市場まで行ったんだ。ちゃんと直産の市場にドーンですよ。はいはい、ってことで海鮮丼の紹介か。あ、そう、厚さも違う、もう丼の紹介しますか、はい、許されんな、うまい飯食うの好きだからな。一つ目こちら、でん、海鮮まかない寿司。うん、まあ、無難にマグロ、イカ、イクラ、エビ、ネギトロ、卵かな。はい、こういったものなんております。大当たりちゃん。850円。おー、うまそう。いいな、はい、いいな、もうこれにするわ早い。じゃあ、いいな。じゃあいや、でもそいつ一番あれだよ、その丼の中で値段低いから。今回の中で忘れてく。そう、やめよう。見てください、こちら上海鮮丼。お、アナゴもサーモンまで入ってしまっている、先ほどに比べて。これも850円だわ。はい、でこれもザコってとか。これもザコですね。ね、でもうまそう、当たりしかないじゃん。こちら優しい、980円のと生とろサーモン&イクラ丼。生とろサーモン&イクラ丼か。豪華ですね。豪華だね、それ。まあサーモン好きにはたまらない一品となっております。まあいわゆる親子丼ってやつですね、これは、うん、ドドン。うわ、うまそう、うまそう。うわー、いいやつだなお前。店名が読めないんですけど、さ、魚喜びの特盛海鮮丼でございます。おー、はい、これ豪華絢爛。あ、これも豪華ですね。うんうんうん、うまそうね。すごい。これがいくら。1200円。あ、丼の中では最高級。うん、丼の中ではまさか船盛りか。ドドーン。あ、寿司ね。シンプル寿司、上握り寿司、ね、あれ達人がないぞ。5、本当だ。で、そう、夢丸確認してたんですけど、夢丸がちょっと昼飯5に来るってことで、うんうん、まあ一応温度値もいいから6でいいかと思って、うん、とりあえず6個買っときました。で、最後がこちら、ちょっと氷が温まるといけないから氷がちょっとくっついてますけど、うん、ちょっと氷出したい。ってことは魚か。魚だね。当たりだな、ちょっとこの位置。氷邪魔だな、おい、氷離れろ。氷が一心同体になってる。ああ、もうもう、えい、長いな長いな氷がしぶとい。何をしとんのか。さあ最後こちら、はい、ででん、え、おー、あさり。おー、あさりでございます。いや、うれ、いいぞこれ。このままいけないでしょ。あ、これ焼いてくださいって言ってました。バカじゃねえ。あ、カメラ待ってる。4回ぐらい言われた、焼いてくださいって。何してんの。この中からご飯を選ぶ。うん、この中で。うわー、これじゃんけんで買った人から選べると。この人数でじゃんけんしたら外れはないよ。御座し、御座しだよ。ただ5人なんだよね、困ったことに。夢丸絶対5人になるよ。夢丸が飯をさ食ってから来ちゃうからどうしようっていうね。え、確かに。どうしような。今ここで1個捨てなきゃいかんのか。そうなんだよね。お前ら、お前ら1、2、3、4、5、6として、うん、まあ、5人だからサイコロ振って出た目のやつを選択肢から外しましょう。はあ、6個あると不思議なことになっちゃうから。確かに。サイコロがないため、こちらのレベルが1、2、3、4、5、そしてリンクモンスター、これが6ですね。これが大あさり、うん、大あさり。そう、これを引いて出たやつは選択肢が除外されてしまいます。まあみんなで一緒に引けばよくない、自分の海鮮丼も。そうするとさ、うん、いや分からんや、もしかしたら悲しいことが起きるかもしれない。
まあいっか、まあ引いてみますか、もしかしたらイメマルのお弁当もしかしたら奇跡が起きるかもしれない学校みたいな来たら買い壊されるなカチカチし始めるのかな選びなさい、よし、いきます、もう運だなこれは、リバースカードオープン、あら虫眼鏡4、待ってどれ、あ、1、2、3、4ね、4やった、海鮮まかない丼ゲット、これは普通に僕が狙ってたやつだ、おお、すごい素晴らしい、嬉しい、え、6、あー嫌だなぁ、リンクモンスター引いたら誰か引いてくれ、6を誰かが引けば終わりなんだけど、ね、じゃあ俺行くぜ、来い、オープン、あーマジ3、これだ、こわっ、ジョーだ、上海鮮丼いただきました、俺も行こうから、じゃあ行け行け、ま、あ、決まった、あ、でもいいのか、行け、リバースコードオープン、ドン、あ、2、おいおいおい、いいね、3分の1だぞ、3分の1だぞ、どうする、後に残ったやつが不利になったパターンのやつだな、これドンカスしか大あさりかだ、ドンカツする、俺はサーモンが大事、違う、ドンカス、ドンカスしのドンカスだけ拾ってるじゃん今これさあ行きます、リョウオープン、よっしゃー、2分の1、おいおい、マジで夢丸かゾロシカ、5かリンクモンスターですね、ドンカツなるか、ドロー、ドローじゃねえよオープン、あおーあさり、おーあさりもうこれから大あさり名前変えろお前、改名、改名だ、さあってこいつを調理してくるか、これ焼いてくださいもうね、なんかあれだよね、死ぬほどもういいわっていうぐらいね、焼いてくれってちゃんと火を通せって言われたの、危ないっていうね、うん、そんなに言うってぐらい言っとったの、なんかさ、言い出しっぺが負けるって言うやん、うん、このさ、海鮮丼選んでさ、どれか一個外れ用意しようと思ったら、御曹司がさ、おい大あさりがあるぞって見事、そういうことだ、そこの言い出しっぺやっぱ当たるんだな、大あさりいくらなの、これ300円、しかもなんかね、値段ついてなくて、向こうの人が今適当に決めたみたいな感じで、300円でいいよ、なんかこんなにたくさん買ってくれたけど値段どうする、んじゃあ300円みたいな感じだったので、へサービス品ですね、東海オンエアが見事お寿司を、お寿司と海鮮の手に入れました、ラグビーやったんだ、ありがとう、じゃあはい、いただきます、いただきます、御曹司は大あさりに改名します、うん、気をつけて御曹司を食べてね、大あさり終わり、これやばいやばい、待って、まずいことが起きたぞ、これは、なんか、うん、いるんだけど、なんか、貝、いや、貝でしょ、貝だろ、ナメクジみたいになって、あの貝柱の、あのここの、これやん、でしょ、うん、これでしょ、御曹司がナメクジがいるって言うから、貝食ったことないんか、お前、そう、ないな、見てみろ、見てみた方がいいぞ、ちゃんと、これ、ほら、これだろ、これでしょ、ナメクジじゃない、これ貝やん、で、ここも、ここにもあるじゃん、これあ、これ出てなくて、あ、ここにもいるじゃん、これも貝のくこれ、なんかあれこれあんまりアップにしたくないやつだな、よく見たら、これちゃんとちょっと開けてみよう、開けてみまい、でかすぎない、だとしたらやばくないこれ、違うでしょ、このちょ、開けてみよう、ナメクジに見えるし、あ、V でしょ、普通にだよね、だからこれ売り物だよ、ちょ、でもめちゃくちゃナメクジじゃないよね、そんなわけない、めちゃくちゃナメクジなことあるわけないよ、ないよ、ナメクジじゃないんだから、ナメクジに見える、何だからね、つい終わったんだよ、形状似てるから、ナメクジも貝も、あ、もう一回見て、ほら、これ、何これ、はい、ここ見て、なんだこれね、これなんだ、これはひっくり返しみたい、ひっくり返し、貝の一部じゃない、分離してるかどうかだよね、うん、わかんない、これ、あ、いや、本当にわかんないやつなんだけど、なんだ、お、これ本当に貝じゃない、あ、おお、そういうこと、すごい、これじゃあナメクジみたいな貝だったの、本当に本当にナメクジみたいな、めちゃくちゃナメクジじゃんっていう、え、言おうと思ったら食い物でもなかったわ、ね、貝じゃなかった、貝、貝柱、貝だわ、全員ナメクジと確信してカメラ回したのに、恥ずかしいな、ライオクラかもしれない、これも貝だけど、え、すごい、でもめっちゃナメクジ、ナメクジじゃん、トリックアートじゃんこれ、あ、トリックアート、ひっくり返すナメクジになる、貝が自分を食べられないように見せかけてんのかな、それトリックアート思ってすごいなこれ、っていうか普通に貝の断面気持ち悪かったな今、そんなね、思ってやりそうだったよね、そっち俺もそう思った、結構グロテスク、うん、よかったよかった、ナメクジじゃなくてよかったよかったね、よかったよかった、幸せ、やこうやこ、一件落着、いいの、別に終わっていいの、えいいんだ、いや別に終わっていいよ、俺終わっていいよ、哲也終わっていいよ、別に危ない危ない、巻き込まれるな画面から、やめてやめて、ちょっと哲也やめてやめて、ナメクジ発見！